県庁の仕事始め式には幹部職員130人が出席しました。式では佐藤知事が能登半島地震について県としてもしっかり対応していくと述べました。県によりますと、国から昨日付で保健師などの派遣依頼が来ていて、県は派遣する方向で準備を進めているということです。災害のための取り組みをしていこうということで計画を作っていただいておりますけれども、このような県民の皆さんの安全を守る取り組みをですね、まずしっかりやっていくということが何より大事ではないかなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。一方、大分市でも仕事始め式が行われました。200人の職員を前に、足立信也市長は、次世代が暮らしやすい大分市を目指し、新しい事業に積極的に取り組みましょうと訓示しました。また足立市長は、コロナ禍を教訓として、医療、介護、福祉の情報共有を図るほか、新しい奨学金制度の創設に向けて検討を進める考えを示しました。